いつもご視聴ありがとうございます。今や球界最高のスターとなり、日本国内だけでなく世界中の野球ファンを熱狂させている大谷翔平選手。そんな大谷選手に対して、全米から大谷をオールスターに出すなといった非難の声が殺到しているとのこと。日本時間6月1日、7月11日にシアトルで開催される2023年の MLB のオールスターゲームのファン投票がスタートしました。今年は大谷選手をはじめ、なんと4人もの日本人選手がノミネート。大谷選手がアメリカンリーグ指名打者部門、吉田正尚選手がア・リーグ外野手部門、鈴木誠也選手がナショナルリーグ外野手部門、ラーズ・ヌートバー選手も鈴木選手と同じナ・リーグ外野手部門に名を連ねています。大谷選手は昨年のオールスターでア・リーグの指名打者として2年連続で選出され、オールスターで日本人選手が複数回選出されるのはイチロー氏の10回、松井秀喜氏の2回に続いて史上3人目となる快挙です。昨年のオールスターでは大谷選手の期待通りの活躍によって日米が熱狂しましたが、その一方でアメリカでは大谷選手をオールスターに出すなと非難の声も上がっていたのをご存知でしょうか。昨年のオールスター決選投票では、指名打者部門にて1位のアルバレス選手と2位の大谷選手が一騎打ちをし、最終的に 52% の支持を集めた大谷選手がオールスターの先発野手に選出されました。しかしこの結果を受け、アメリカの OB や有識者が猛批判。なぜオールスターの選出にあたって大谷選手は批判を受けることになったのでしょうか。2023年のオールスター投票はこの批判の影響で変わってしまう可能性はあるのでしょうか。今回は大谷選手のオールスター選出に対する批判の理由と、今年のオールスター投票への影響を現地の声を交えながらご紹介します。大谷の選出は妥当ではない。批判の理由とは一体。昨年の MLB オールスターのファン投票最終結果は7月8日に発表され、最終的に大谷選手が DH 部門のトップとして2年連続で選出されました。一次投票の段階では55万票差で大谷選手は2位との結果でしたが、昨季から導入された新ルールによって1位のアルバレス選手との決選投票を制して大谷選手の選出が決まりました。オールスター選出が決まった大谷選手はすごく嬉しいですし、もっともっと励みに頑張りたいなという気持ちにさせてもらえると選出に対して率直な喜びを口にしていました。この結果を受けて、元全米野球協会の会員であるホセ・ゴルティス記者は、翔平は素晴らしい選手だが、アルバレスを差し置いてオールスターに選出されるのはふさわしくないと、あくまでも成績を重視して選出されるべきだとの認識を明らかにしていました。というのも、昨シーズンの成績を見てみると、アルバレス選手の成績は打率3割1分2厘、26本塁打、59打点、OPS1.076。 大谷選手は打率2割5分7厘、19本塁打、53打点、 OPS833 で、アルバレス選手の方が打撃主要3部門 OPS で大谷選手を上回っていたのです。ちなみに OPS は選手がチームの得点にどれほど貢献できているのか、得点のきっかけをどれほど作れているのかを数字化したものになります。そのため OPS が高ければ高いほどチームの得点に貢献していることになります。このように数字を用いて成績を比較すると、大谷選手の選出を懐疑的に見る有識者も少なくありませんでした。アストロズのポッドキャスト番組「ノーダウター」で MC を担当するバレット・ブーン氏は、翔平は野球界で今まで見たことのない本当に素晴らしい才能の持ち主だ。だけど今年のア・リーグの指名打者のスタメンはアルバレスであるべきだ。彼も信じられないようなシーズンを送っているからだ。翔平を投手で先発にして、アルバレスを DH に置けばいい。これで問題は解決し、両選手に敬意を払うことができる、とコメント。さらに同じくアストロズのポッドキャスト番組スペースシティスポーツトークでコメンテーターを務めるカーター・ディクスン氏は、翔平を悪く言うつもりはないし、不快感なんて全くない。しかし DH においてアルバレスよりも選出するに値すると見るには何か処方箋がいる、と自身のツイッターに投稿するほど。またアルバレス選手の母国であるキューバ野球専門メディアのロビエル・デガ記者は、
信じられない。不公平な人気投票でアルバレスは翔平に負けてしまった。多くの人々が MLB オールスターゲームの先発を決める今のシステムに不満を抱いている。アルバレスに対する多くの意見はそれを表す反論の余地のない証拠だ。翔平のような素晴らしい選手であっても、打撃成績でアルバレスよりも劣る選手が指名打者として選ばれるのは理解できない、という感情が込められた記事を配信しました。このように昨年のオールスターでは大谷選手の選出に少なからず批判の声が上がっていました。しかし皆さんもお気づきのように、オールスター出場の選手はファンの声によって選ばれ、そのファンの声が最優先されるべきイベントです。これまで紹介してきたように、指揮者から批判を受けていた大谷選手ですが、昨年のオールスターの結果やファンの反応はどうだったのでしょうか。批判を受けての出場、オールスターの結末は、様々な意見を受けて2年連続で MLB オールスターに選出をされた大谷選手、当の本人は、去年も楽しかったので今年も楽しみながら頑張りたいなと思います、すごい嬉しいですし、もっともっと励みに頑張りたいなという気持ちにさせてもらえるかなと思います。初めてか初めてじゃないかはもちろん違いますけど、何回選ばれても嬉しいものというのは変わらないかなと思います、と選出決定時にコメントを残し、 DH 部門のトップに選出されたことに対して素直に嬉しさを表しました。オールスター選出にあたって、指揮者からは先に述べたような批判を少なからず受けた大谷選手でしたが、実際オールスターの開催前から注目度は飛び抜けており、恒例のレッドカーペットショーではフラッシュで照らされていました。また試合前のフリー打撃では柵越えを連発して大歓声を浴びていた大谷選手、試合にはア・リーグの1番 DH で出場し、試合直前のインタビューで初球をフルスイングすると話していた通り、初球打ちでサイ・ヤング賞3度を誇るカーショー選手から見事にオールスター初安打を記録しました。このオールスター初安打に海外ファンからは、オールスター初安打をかっさらうあたりやっぱり持ってる、ましてあの大エースから、オールスターでも二刀流って熱いね、楽しそうに野球をしている翔平は少年のようだ、嬉しそうな翔平を見ているとこっちも幸せになる、楽しそうに野球やっている翔平は最高、他のチームのスター選手と一緒にプレーしている翔平はとても新鮮でいいね、などの声が上がりました。開幕前には大谷選手の選手に疑問や批判が上がるなどありましたが、実際に開幕してみると予想通り大谷選手は大人気であり、大谷選手の選出は大成功だったと言えるのではないでしょうか。もしもオールスターゲームのファン投票が成績だけで決まるとしたら、大谷選手はアルバレス選手よりも上位になることはありませんでした。ただし皆さんもご存知のように、オールスターゲームのファン投票ではファンが見たい選手に投票するため、成績だけでなく野球選手としての魅力も求められます。アメリカ紙の USA Today のボブ・ナイチンゲール記者は、興味深い投票結果として、大谷選手がアルバレス選手をしのいで先発の指名を受けたことを挙げました。アルバレス選手は優れた DH ですが、大谷選手はさらにビッグスターとしての魅力があり、大谷選手のスター性が上回るとの持論を展開しました。また昨年のオールスター開催直前に、米ニュースサイトアウトキックのポール・クハースキー記者が同メディアの記事の中で、翔平大谷という選手、そしてロサンゼルス・エンゼルスの投手兼 DH の二刀流はどうしてもっと大きな話題になっていないのかと、活躍の割に大谷選手の知名度が思ったほどないことについて疑問を投げかけました。続けて、翔平以前で二刀流でプレーしたのは1919年のベーブ・ルースのみであり、100年以上もの間二刀流選手が活躍するという事実だけでなく、野球のピッチャーがわずかでも良い打撃を期待されることでさえ想像を絶することだった。私の53年間の生涯でおそらく最も過小評価されているアスリートだと大谷選手を大絶賛しました。さらに海外のファンは、2021年の MVP の選出の時もそうだったけど、大谷選手は単純な数字で比べて評価するには従来の枠組みでは評価するのが難しい選手だと思う、二刀流をやって出した数字と投手と打者の専業で出た数字を単純比較したら
大谷選手は投打両方とも中途半端な選手ってことになってしまう。たとえ打率が1割でホームランが0でも見たい人に票を入れるのがファンというものです。だからファン投票で大谷選手が選ばれたのでしょう。やはりオールスターで生の大谷選手を見たいと思っている人が多いということなのです。オールスターはファンが選ぶわけで、ファンが選んだならそれが結果であり、成績で選べというのであればファンに投票させる必要はなく、機械的に選べばいいですからね、といったごもっともなコメントが多くあり、大谷選手が選出されることに理解を示していた MLB ファンも多くいたようです。このように大谷選手を批判する人もいましたが、同じぐらい絶賛する人もいたのが事実です。もちろん本人の成績を重視するのも大事ですが、オールスターという場においては成績も加味した上で見たい選手を選ぶのが大きな魅力だと言えるのではないでしょうか。今年はライバル不在でオールスター選出確定。2023年シーズンも開幕から二刀流として活躍を続けている大谷選手。では大谷選手は出場すれば3年連続となる今年のオールスターには出場できるでしょうか。先に述べてきたように、昨年大谷選手はア・リーグ DH 部門で一次投票55万票差でアストロズのアルバレス選手に負けていたものの、二次投票でその結果をひっくり返し見事1位となり、スタメン出場をつかんでいました。しかし今年話題となっているのは、デッドヒートを繰り広げたアルバレス選手が今年は外野でノミネートされているということです。これに海外ファンの間では、大谷選手の DH での選出はほぼ確実になったのではと言われています。実際現在の大谷選手の成績はどのようになっているのでしょうか。6月1日現在の大谷選手の成績と全体の順位を確認してみましょう。打撃成績は打率2割6分9厘で29位、本塁打15本で2位、打点38で11位、 OPS883 で8位となっています。投手成績は勝利数5で10位、防御率 2.91 で9位、奪三振90で1位、被打率1割5分5厘で1位となっています。今年は圧巻の投手成績を残しており、このまま成績を維持すれば投手として選出されるかもしれませんね。しかも大谷選手は本拠地だけでなく遠征先でも相変わらずの人気を博しているようです。特に世界の子供たちからの人気は凄まじく、米スポーツ専門局 ESPN はリトルリーグワールドシリーズに出場中の人気投票の結果を公式インスタグラムで公表。最も好きな野球選手部門で次点のアーロン・ジャッジ選手を抑え、同部門のウィナーとして大谷選手が紹介されていました。大谷選手のファンを公言するのは一般の方々だけではありません。サイ・ヤング賞3回を誇るメジャー屈指の右腕ジャスティン・バーランダー選手を兄に持ち、自身は米専門局のフォックス・スポーツのアナリストを務めるベン・バーランダー氏や、 NFL 屈指のディフェンダーである JJ ・ワット選手など、幅広い分野で大谷選手のファンを公言する有名人が多くいます。米メディアもこぞって注目。エンゼルスの地元放送局バリースポーツウェストで実況を務めるウェイン・ランダッツォ氏は、彼はロックスターであり象徴であり最も需要の高い選手と自身のツイッターに投稿しました。敵地に行っても多くの人々から注目を集める大谷選手、ライバル不在ということですが、今年は批判の余地なしの成績でオールスターに選出されてほしいですね。あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。